かです。明けましておめでとうございます。坪田先生です。ミニーヤホー、こんにちは。どうかな、みんな年末年始は。今ね、カメラマンでさやかちゃんの旦那さん、うん、かっこいい、やってくださってるんですけどかっこいい、いや、いいよさやかちゃんがね、この映る直前にどう、かわいいっていうふうに聞いたら旦那さんが、かわいいよ、なん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 これ何見せられてる、なんかすごいナチュラルに、何を俺は見せられてるんだろうなっていう、新年早々ね。いやいや、いいことですよね。いいことでしょ。今年も仲良くしていきたいね。ねえ、りょうちゃん声出していいですよ。じゃあ、今日はその2020年どうだったかと、うん、2021年どうしたいかについてちょっとこう話したいなと思うんですけど、さやかちゃんの2020年どうでした？あのね、うん、なんかね、コロナだったじゃん。だったね。やっぱりさ、みんなコロナが一番にバッて浮かぶと思うんだけどさ、うん、あんまりネガティブな年にならなかった。私は。そうなんだ、うん、まあ、結婚したし、はいはいはい、確かに、うん、2020忘れないの、うん、確かに。で、あのりょうちゃんとね、あの結婚するときにりょうちゃんが指輪を買ってくれるって言ったの、はいはい、で私指輪とかなんかつけない、はいはいはい、じゃん、あのエンゲージリングだもんね、はいはいはい、婚約指輪さ、みんなボンっていうのはさ、すごい買うけどさ、なかなか給料3ヶ月分ね、そうそうそう、給料3ヶ月分も払ってさ、買ってくれた指輪をさ、つける機会はあんまりないともったいないじゃん、うん、だからピアスにしたの。おピアスをね、買ってくれた、今日これじゃないんだけど、そのね、ピアスをね、見に行って、2人で、うん、俺は今からのろけを聞かされるの違うの、違うのこの流れ的に言うと違うあのね、ブルガリーさんでね、あのフラット、あ、可愛いって思ったやつがね、コロナっていう名前だったの。え、そのピアスが。そう。おうおうおう、で、可愛いこれって言って、なんかこう合わせて、そしたら店員さんがまずそうに、でもこれ名前コロナって言うんですよって言ったので、逆に私はそれで、でも2020で結婚するし、ちょうどいいじゃんと思って、それにしたの。すごいね。おうおうさすがさすが。で、はい、普通はみんなさ、綺麗にするじゃん。コロナってネガティブ。でもね、コロナって王冠って意味なのね。あ、もともとね。そう、はいはい、なんか英語ではなくて、スペイン語。ああ、確かにそういうのあると思う。ね、まあ、要はクラウンみたいな、ね。あ、そうそうそう。はいはい、クラウンの多分別の言語 で、はい、で、王冠にダイヤが乗ってる形してるからコロナって意味だと思う。なるほど。よくない？そう。いいじゃないですか。だからそれをね、買ってもらって、はい、だから私は2020は結構、うん、大切な年になったかな。なるほどね。結婚して。そう。あとそのコロナになる前は年間120回ぐらい婚約だったから、はい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 、もう1回ね、毎日飛行機、うん、新幹線と地下乗って、はい、もう次の日北海道、もう1回那覇戻って、ここでまた次山形とか、はい、そんなばかりだったから、はい、だから、うん、あの今英語勉強してるじゃん、うん、それもコロナになったからこそちょっと集中してできたなっていうのはすごくあった。だからありがたかったかな、あの時間ができたの。なるほどね、うんうん、先生はどうでした？いや、僕2020年は、うん、まさにでもコロナだなって思って、何にもやってねえなと思ったんだよね正直何してたの？何にもやってないなと思って。ゲームしてた？いやいや、そう言うといろいろまた語弊が生まれるんですけどもちろんお仕事はしてるけど、あんま外も出ないし、うん、あのそれこそだってチャンネルもさ、始めてさ、やるぞってなって速攻で結構そのオンラインのね、リモートでっていうことが多かったと思うんですけど、全然やってないなと思って、年末年始毎回振り返るんで、いろいろブログでこういうことやったなっていうのをこうカレンダーとかね、見ながら確認してたら、めっちゃやってて私はやってるイメージだって。いや、ほんと先生、外出なくても仕事できるんだなって思って見てた。めちゃくちゃいろいろ、まあ細かくはブログに書いてるんで、もし興味があったら読んでいただければなと思うんですけど、うん、なんか、まあそれこそ本も出したし、大崎の吉本の大崎さんとかと、うん、あと新規事業みたいなのも始めたりとかもしてるし、なんか、結局いろいろやったなっていうのをすごく、でもやっぱり僕だから今年やったことの一番最初に書いたのがこのビギギャルチャンネルだったっていうことなんですよね。嬉しい。だから1月ね、うん、
で今も2万何千人ね、もうすぐ3万人ぐらいやな、ね、これ100年やると200万人ぐらいになるっていう計算ですよね。100年いけれるかなでも100年時代だから、えそうそう でも今から100ってことやね。そうそうそう、130歳ぐらいにはなんないけど、そうそうそう、なんでもなんかやっぱこうやって発信をするといろんな人が見てくださるし、うん、なんかそれこそはね、アメリカ大使館の方とかもね、うん、コラボしませんかって話いただいたりとかもそうだし、土曜日さん出ていただいたりとか、あとそう、さやかちゃんの妹さんとかもね、うん、出ていただいて、ただまあ分かったのは、うちの視聴者さんはゲストは別に望んでないってことだと再生回数見たら分かるよく分かってきたそれより勉強法とか教えてくれやっていう、ねね、声が多いのかもしれない。そうそうそう、あとでもやっぱあのスタッフ的にはなんかすごく求められてるなっていうのはすごく思う。本当、うん、本当よかった。あのね、再生回数ももちろんそうだけど、それ以上にやっぱりなんか一緒に勉強したいんだなっていうのを思ったから、うん、そうだから、あのほら僕さ、キングコングの西野さんとさ、はいはいはい、すごく仲いいじゃないですか、うん、で彼とかって今はもう7万人ぐらい会員がいるオンラインサロンをされてるんだけど、うん、最初彼が何をやったか知ってる？いきなり彼って別にじゃあ有名だとか人気だったからあんだけ人が集まってとかってちょっと違うんですよ。一緒になんか作業したりとかしてる。ああ、そうそう。っていうかね、最初はもともとはなんかこう年に1回なんか独演会みたいなのをやって、うん、そのチケットをずっと手売りしてたんですよ。西野さんか？西野さんか。ツイッターとかで、ね、今俺ここにいるから来てくださいみたいな感じでこうやってやって、で、どんどん人が集まって、なんかそれも1枚ずつ手売りしてた。で1000人集まりました。でそれを3年ぐらい繰り返して、当たり前だけどファンが増えてくるじゃないですか、うん、っていうことをずっと繰り返してたんですね。だから最初はだからそういうところから始めてるから、ある意味僕はその Study with me っていうのをずっと続けていきながら、うん、ちょっとずつなんていうんですか、こういろんな仲間を増やしていくっていうのがもしかしたら発信する上で大事なのかなっていうのをすごい考えてた。そうですね、私もスタディ・ウィズ・ミーをなんか続けていくと、もっと毎回来てくれることが結構いて、でもうこの日を楽しみに1週間過ごしてますっていうことが来てくれてる。なるほど。もうこの時間しか勉強できない。はいはいはい、はい、いやそれはどうかそうなんだけど、でもやっぱそういうこうコメント欄とかを見ると、うん、なんかリアルタイムあれライブでやってるから残んないんだけど、コメントって。その時結構なんかみんなとね、チャット欄を通しながら話するんだけど。すごいね、やりがいを感じている。どんな話するの？俺ちょっとすごい。スタディメディア見てないわ。リアルタイムで見てないのは分かったけど。あのね、うん、結構ね、みんなね、私がね、まあ、先生に言われた通り、うん、ポモドーロテクニックをやってるの。俺、めっちゃいいってみんな言ってくれてるよね。そう、みんな言ってる。そう。ね、なんか、すごいね、コメント。ぜひ、ちょっと今度リアルで見てほしいんだけど、うん、なんか25分、何時から、じゃあ今から始めて25分だから、何時まで集中してやるよ。で、その後5分休憩でやるよ。って、はいはい、私がコメント欄で言って、はい、そしたらみんなが、よし、頑張ろう、みんなみたいな、すごい。みんなで鼓舞し合って、自分は今の生物をこれからこれやりますとか、古典をこれやりますとかって、みんながわーってやることを打って、で、集中してやるじゃん。で、その時はパタッとなくなるわけよ。ちゃんとみんな集中してるから。で、25分経って、終わったよ、25分経ったから休憩って言ったら、はいやーってみんな、超集中できるとか、なんかもう楽しいとか言って、すごいコメントくれるの。そう。すごいね、それ。すごい現象じゃない。で、その5分間だけ質問に答えするっていうのとか、それはなんか番組の作り方としても素晴らしいですで、最近あの誰かがね、小学生とかも来てくれてるんだけど、うんうん、なんか将来の夢がないとか、うん、中高生でなんか進路に悩んでるとか、うん、いうコメントが来ると、逆に私がっていうよりは、うん、大人の人もいっぱい来てる、一緒に勉強してるから、うん、ね、みんなちょっとアドバイスしてあげてって言うと、うん、みんながすごくコメント欄でその子にアドバイスしてる。自分もこの時は夢なんてなかったから大丈夫だよとか。へえ、すごいいい5分間とかで。そう、すごいいいコミュニティじゃない。めっちゃいいじゃん。それをね、毎週ね、月曜日やってる。なんかさ、そのさやかちゃんずっとさ、例えばリアルでのところで、うん、
こう大人を紹介するみたいなイベントとかもやってたじゃないですか。やってビリギャルと愉快な大人たちね、うんうん、いっぱいお酒にやってますみたいな。そうそうそう、お酒は飲まないけどね。そうそう、うん、なんかそれがのオンライン版みたいな。そうだね、あるよね、自然発生的に。会えないけどね、そう、なんかそういうなんか私とだけじゃなくて、うん、なんかコミュニティ同士でね生まれたらいいよね。素晴らしい。それは毎週金曜日、月曜日、月曜日の、まあ、基本は夜9時半から、1時間ぐらいやってたけど、なんかポモドーロだから1時間しかやんないから2セットしかできないから、うんうん、なんか休みの日に4セットもやってほしいですとかすごい言われてる。そうなんだ、うん、じゃあでそれ毎回その機材のトラブルがある。そう結構常連の人が待機してくれてて、うんうん、もうちょっとしたら帰ってくると思うから待っててってサポートしてくれて、でその間りょうちゃんがすごかった旦那さんがね。そうで私はあのコメント欄でちょっと勉強して待っててっていうでりょうちゃんが面白い。ほんとでも常連のいる居酒屋さんみたいなね。あの大体ちょっと遅れても来るからって面白い。え、いいね。じゃあこれを2021年もっとなんか、ね、うん、続けようかなって思って、なんか最初は需要がどのくらいあるか分かんなかったから、うん、とりあえず年内やるからねって言ったんだけど、うん、なんか続けてほしいってみんな言うから、うん、あの2021年も続けようかなって思ってますけど、ね、でも毎週月曜日そういうのやるのいいですね。ね、ちょっとたまに来てよ。たまに行きますたまに来てよ。9時半ってさ、ちょうどまたこう子供の、ね、寝かしつけとかの時間やね。そうだよね、10時ぐらいから開くよね。ちょっとそう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 、じゃあ10時から。ああ、分かりました。僕も参加するようにします。え、で、2021年こういうことやりたいと。2021年は、ああ、私はやっぱトッフル100、2021年以内に取る、うん、はい、120点満点中100点120、はい、点満点中100点、はい、この前英語に詳しい人に言ったら、それ普通は2年半コースですよって言われたんだけど、2年半はかかんない絶対、うん、1年で行くって言ったら、もうすでに半年ぐらいだし。そう、ね、今何点ぐらいですか。今65点。65点、なるほど。でも1回しか受けてないって、ちょっと前に受けたから、うん、今はもうちょっと伸びてるはず。なるほど。伸びてないと困るしマジで。トーフルで100点取る。100点取る。あと、あれでなんか取らなかったらっていう話ってありましたっけ。あった。いやだから私それもう言わないとこかなって。言わないとこかなって思ったんだけど。はい。もし取られなかったら何かあるとかあるんですか。まあ、そんなことはないでしょうけど。ね、そんなことはない。はい。から、まあ、考える必要もないんだけれども。人間っていうのはやっぱ追い込まれないとやらない特徴がありますので、ビリギャルだって受験でもう浪人できない、うちにすごいいっぱいお金もない、だから塾に何年も何年も通えないので、もう今年どこかしらの大学に行かなきゃいけない、で慶応に行きたいって思えたから頑張れたわけですので、大人の人がこうね、お尻なくダラダラダラな仕事もあって勉強するっていうのは難しいわけですね。確かにね。再来年でも OK ってな、何が違うんだろうね。再来年でも実際 OK になっちゃってるから、はいはいはい、あえて自分を追い込みたいと思うんですけど、はい、お、さすが違うな。いや、これ先生に言われたんですよいや、これ裏で先生に言われて私考えてきてるやつ君お尻ないとダメやでって言われて、やっぱそうっすのこれだからねお尻がないと頑張れないということで、また2021年もよろしくお願いします。みんな明けおめ、こてよろ、バイバーイチャンネル登録お願いします。いいねも待ってるよ